ちの子はアレルギーで、0から2歳代は、常に顔が赤くてガサガサ、時には、海でジュクジュクの状態だったりする時もあった。なので、どこに出かけても、知らない人に、顔どうしたの？とか、かわいそうね、とか、ひどい時は、それ伝染するの？とかまで聞かれたり、お出かけすると憂鬱なので、公園にも支援センターにも、次第に行かなくなり、引きこもりに。実母でさえ、会うたびに、この子はこんな体でかわいそう、しか言わなくて、そんなに、この子はかわいそうな子なのかな。真っ赤な肌だけど、アレルギーで、食物の制限があったりとかするけど、むしろ、いつもニコニコと笑ってて、機嫌のいい子で、こんなに楽しそうに遊ぶのに、そんなにこの子は不幸なんだろうか。と悲しくて、実家に帰るのでさえ辛くなってた。ところが、ある日、スーパーで買い物してたら、見知らぬおばさんに、あら、笑顔がとっても可愛い赤ちゃんね。と言われた。すっごく嬉しかった。初めて、子供の笑顔を褒められたよ。可愛いって言ってもらえたよ。嬉しくて涙が出たよ。この子は、ただ、不幸なだけの子じゃないんだよって、認めてもらえた気がした。あれから3年経ったけど、アレルギーの症状もすっかり落ち着いて、今ではツルピカな肌になったけど、あの頃のことは忘れない。同じように、アレルギーのお子さんを見たら、笑顔がとっても可愛いよ。って言ってあげたい。